今日もよろしくお願いします。僕の手元のツイキャスを準備しましょう。メモ出してたのに、あった。はい、では、はい、収録開始していきます。今日もよろしくお願いします。お願いします。始まらなかったサッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、はい、ミキさんのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。というわけで、なんかうちの LINE がちょいちょいなってるんですが大丈夫です大丈夫です。なんか台風2号発生してますね。そうですね、心配ですね。でかいんですよね、確か。めちゃくちゃ強くなってますよ。え、嫌だ。今日 の, あの僕が見たニュースの時間では905ヘクトパスカルまで気圧が落ちてるようですよ。めちゃめちゃ強いですよ。怖い怖い。お願い、それてください。それてください。私もあの放送の日、はい、日曜日にあの年日祝いでちょっと那覇まで行かないといけないので、はい、しかもあのちょうど多分会場にいるのではないかと思われる時間帯なんですよ。まあ、放送中が。日曜日放送の時間は多分大丈夫じゃないですかね。大丈夫ですかね。来るとしても来週になるみたいなんで。あー、なるほど。来週木金あたりが怪しいみたいな、ね。木金、はい、あれ私火曜日が怪しいって聞いたけどな。だから結構遅いみたいで。あー、そうなんだ。はい。まあまあまあ、それってほしい、お願いしますって感じだけど。お願いします。では番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、早速あのキャスを紹介したいと思います。お願いします。ヤンキチさん来ております。サッチー、キャンチー、こんばんは。こんばんは。名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。お疲れ様です。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。こんばんは。喉が治らない、歌ったら咳が止まらないから今日は結構お休みしました。いつになったら治るのかな。クイズでまた勝っちゃったら、あやこ姉さんとともに、ともかちゃんとおしゃべりできる。あ、そうなんですよ。私、カープボーイさんと戦うことになっちゃって、今からもう胃が痛くてたまらないんですよ。負けられない戦いですね。はあ、怖い怖い。カープボーイさん、手加減お願いします。私本当にクイズが苦手なので。ナルトラさん来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、今日めっちゃメールがいっぱい来てるので、曲を早速いきたいと思います。はい、お願いいたします。ペギー葉山でチキチキバンバンです。どうぞ。こちらこそお手柔らかによろしくお願いしますって。今日めっちゃ来てるんだよ。
過去最高だもんね、マジで。私あれ行けないんだよな、 ROK のロックの日のイベント、ちょうど収録が入ってるんですよ。2週撮りにします。その日ちょうど2週撮りなんですよ。あ、その日がちょうど2週撮りなんです。そうそうそう、すいません。まあいいやと思って、ちょっと僕のボランティアのために2週撮りにつけますって言われてますけど。そう、ペギー、葉山、多分この日にかな、ナルトラさんが来る予定にはなってるけど、 DM 送らないとな。渋い渋い、いや、これは私が選んだんじゃないんですよ、実は曲を。曲を選んだのは旦那なんです。歳がバレちゃう。そうそうそう、歳がバレるっていう、旦那、特に旦那の歳がバレるっていう。いや、でも年齢じゃないと思います。もっともっと古いですよね。もっと上だと思います。私もあの、なんだっけ、チキチキバンバで最初探したときに、あの、なんだっけ、カバー曲、はい、なってたんで、うん、これでもいいのかなと思ったけど、旦那がこれ、これって言うから、まあいいやと思って。ナルトラさん、そういえば、再来週になりますねって来てますね。そう、再来週ですもん。もう間もなくですね。間もなくですね。はい、では間もなく終わります。はい、お聞きいただいたのはペギー葉山でチキチキバンバンでした。では早速、今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマは好きな鶏料理です。というのも、あの、毎月28日が鶏の日らしいので、それで皆さんに好きな鶏料理をちょっと尋ねてみようと思ったら、すんごい量のメールが来てるのに、今日はじゃんじゃん行かないと間に合わない可能性があるっていう。皆さん鶏大好きなんですね。みたいですね。ちなみにキャンさん好きな鶏料理ありますか？もうですね、今僕が食べれるの牛と鶏しかないので、はい、豚アレルギーになってしまったので、はい、そうですね、鶏は結構日常的に食べてるんですけど、やっぱりあ、コッコロッコチキンかな。あー、なんかいいですよね。人間なんでいいですよね、はい、コッコロッコ、あのガーリックの感じが、ガーリックの、そうそうそう、私もでもコッコロッコを食べたの1回か2回ぐらいしかないんですよね、確か。ちょっと地味も美味しいんで迷うんですけど、はいはいはい、地味ちょっと甘い感じのタレがついてるんで。あーですね、うんうんうん。あとはケンタッキーとかもですね。私も最初あの鶏料理って考えた瞬間ケンタッキーと思ったんですよ。ケンタッキーってあれなんですよね、なんか僕の幼い頃のイメージは、はい、あれフランチャイズなのに、うんうん、特別なんかお祝いの時に親戚がいっぱい大量に持ってくる。ああ、持ってきますね。だからなんかちょっと豪華なイメージがついちゃって、はいはいはい、まあ、それでやっぱりちょっと好きですね。ああ、ではでは皆さんのメールをちょっと読みたいと思います。かぶる人いるかな、どうでしょうか。
はい、ではメールに行きたいと思います。気まぐれラジオ5月28日分と来ております。サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは、ヤン吉です。どうも。早速テーマ、好きな鶏料理、いろいろ楽しめるのは川でバーベキュー。はい、バーベキュー。もちろんおばさんの家から生きた鶏をもらって川で解体、そして焼いて食べます。今はできないのでケンタッキーのオリジナル20ピースあれば満足と来ております。お、早速かぶりましたね早速かぶりましたまあでも私最初このメール見た時えぐっと思って生きた鶏をまさかの川に持ってって解体して料理するっていうのがびっくりしましたけどね。いやー、昔は当たり前だったんですよね。あーですね、はい、なんかそういうのもなんか話をちょろちょろっと聞いてますね。でもだからあの今の子たちってこういう経験を目の前にないので。あーですね、生き物をいただいてるって感覚はちょっと薄いのかなって気がします、ね、あーなるほど、はい。ちなみにタミーさん焼き鳥が好きだそうです。焼き鳥美味しいですよね。焼き鳥美味しいんですよね。焼き鳥部位とかもありますからね。ありますね。はい、では次のメールに行きたいと思います。メッセージテーマ、鶏料理と来ております。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。ヤンバル東さんからヤンポーだよ。してから鶏料理といえばケンタッキーしか浮かばないと思ったんですが、若い頃に千葉に住んでいたんだけど、東京の青戸に美味しい焼き鳥屋さんがありました。職場の先輩の話では、軟骨の美味しい焼き鳥屋さんはどのメニューも美味しいと聞きました。確かにちょうどいい感じのコリコリ感でした。サッチーキャンチーは、焼き鳥で好きな部位はありますかと来ております。好きな部位、好きな部位いっぱいありますけど、僕は砂肝ですね。私桃ですね。あ、桃も美味しいですね。桃は柔らかいから、はい、全然いけるんですよ。でも全部好きですよ、まあ、砂肝、桃、鶏皮で、あとハツですね。あー、いいですね。ではでは、今日めっちゃ来てるんで、もうどんどん紹介していきましょうね。お願いいたします。はい、では鶏料理と来ております。サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。鶏料理といえば何と言っても手羽先でしょう。あの名古屋の名古屋名産の手羽先です。ちょっと自慢していいですか。あ、いいですよ。あの手羽先なんですが、私ダンサーズは1本あたり5秒で食べることができるんですよ。5秒、すごいですね。ただ条件があります。熱々は NG なのです、うん、ある程度冷めてないと手で、触れないですからね。まあ熱々だと手触れられませんからね、うん、あ、手羽先食べたい。皆さんは手羽先お好きですかと来ております。手羽先、あ、まあ名古屋は名産ですからね、はい。手羽先は、手羽先ですね、沖縄市に手羽先の食べ放題のお店があったんで。あったんですか。はい、ちょっと行ってみたいなと思ったのが1年前なんですけど、今もあるかちょっとわからないので、はい、今度また覗いてみますそうですよ、食べ放題ですよ。食べ放題、はい、やばい、行きたい、逆に行きたいかも。ツイキャスの方で、ヤンキッチさんが軟骨の唐揚げ美味しいと来ております、うん。まあ、軟骨もコリコリしてて美味しいですからね。美味しいですよね。ではではどんどん行きましょう。手羽先もいいけどというタイトルで来ております。こんにちは、味噌煮込みスキーです。こんにちは。こんにちは。今一瞬こんにちはをこんばんはと言おうとした好きな鶏料理、名古屋だからもちろん手羽先って言いたいところですが、実はうちのあの鶏の丸焼きが大好き。ベーノチキンは普天間店推しです。名古屋にある鶏屋さんも好きですよ。うん、ああ、食べたい。オリオンビールとともに食べるの最高ですよね。と来ております。やっぱり来ますね、ベーノチキン。はい、ベーノチキン。なんか私が、何だったかな。先週あたりにツイッターにこのテーマをアップしたときに、はい、ベーノチキンっていう
方もいました。いやまあそうですよ、まあ、沖縄だとそうですよね、はい、どうしても沖縄とかだったらやっぱブエナチキンでしょうね。でしょうね。僕は沖縄さんでココロッコって言います。確かに私もブエナチキンというよりココロッコ派なんで。ココロッコも皆さんぜひ食べてみてくださいね。食べてみてくださいね。 あっちにあるんですよね、まあ、合わせ。そうです、今合わせに移転して綺麗になってるんですよね。まあ、どこら辺にあるのかがちょっとわからなくて、場所が。あのもっとはいはいはい、コングがあった向かい側ぐらいです。あ、今度行ってみよう、旦那に言って。はい、では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いします。メッセージテーマ、好きな鶏料理と来ております。気まぐれネーム、沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きっす。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージテーマ、好きな鶏料理。フライドチキン、ファミチキ、エルチキ、サラダチキン、親子丼などどれも好きです。個人的には、コンビニのパンとチキンを挟んで食べるのが大好きですと来ております。お、まあコンビニはありますからね、チキンが、はい、エルチキ、ファミチキ。あと大学生の時だいぶお世話になりましたね。エルチキ、ファミチキを買ってちょっとスライスして、はいはいはい、それをカレーの具に入れる。あ、レトルトカレー作って。はい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 、なるほどなるほど。安くてなおかつ美味しいで、ちょっとカロリー欲しいなと思ったらチーズも乗せました。いいね。おすすめですよ。おすすめですね、確かに。さてさて、カープボーイさんがコケコココケココ宜野湾省の手前にあるやつよく買ってたよ、昔美味しかったと来ておりますね。宜野湾省、あーはいはいはい、なんとなく場所はわかるんですが、あったのかな。あったんですね、みたいですね。うん、はい、では、どんどん行きましょう。はい、お願いいたします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな鶏料理、料理というテーマからは外れるかもしれませんが、最近、吉野家で出ている焼き鳥丼がタレが効いてて美味しいですよね。スマホアプリのクーポンで割引もあるので最近よく頼んでますと来ております。なんか結構あの牛丼屋さんにもあるらしいですからね。そうなんですね、最近鶏があるんですね。鶏もあるんですよ、なぜか。へえ。私家にあるのが、まあ、どっちもあるんですけど、すき家も、はい、あの吉野家も。なのでたまにあの垂れ幕みたいなのがあるじゃないですか、はい、あれを見て、お、焼き鳥あるんだみたいな、食べてみたいって思うんですけど、はい、なかなか食べる機会がなくて、うんうんうん、食べれてないっていう。まあ、他のものも食べたいくなりますからね。そうですね、やっぱ牛丼屋さんですからね。はい、ツイキャスの方でひふみさん来ております。ごっくんちょ兄さん、こんばんは。こんばんは。さっちーキャンチー、皆さんいつも、ひふみずばをなんて書いてあるんでしょうか。ご拝聴、ご拝聴いただいて、あざーす。ワンが好きな鶏料理で最初に浮かんだのはバンバンジー。やっぱりそうか。しばらく食べてないな、誰か作ってごっくんちょーと来ております。バンバンジー、私もバンバンジー好きなんですよ。うん、バンバンジーサラダ、なんかあのなんだろう、三栄とかでもなんかバンバンジーサラダを売ってて、たまに私食べるんで、無性に食べたくなって食べるんですよ。意外といけて、野菜もあれ入ってるじゃないですか、バンバンジーサラダだから。お、野菜も取れて、なおかつあのチキンも入ってるので、はい、全然私は満足していつも食べてますよ、ぐっくんちょ兄さん。バンバンジーも確かに美味しそうですね。美味しいですよ。僕は蒸し鶏の、サラダをいつもセブンで買うので、はいはいはい、実は今日も食べてきました。あら。そうなんですね。次のメールに行きたいと思います。お願いいたします。サッチーさん、スタッフさん、リスナーさん、こんばんは。こんばんは。トゥインクルちゃんです。どうも。どうも。テーマ、好きな鶏料理。好きな鶏料理は唐揚げです。外食するときに
お店に唐揚げがあったら食べたくなります。あとお父さんが作る唐揚げも好きだったりしますと来ております。私の旦那も唐揚げとか結構作るの好きで、なんだろうな、スーパーで売ってる普通のあの作られてる惣菜の唐揚げではなく、はい、生肉からちゃんと買ってきて唐揚げ粉つけて揚げて食べるっていう、いいですね、の私の旦那の陸海空さんはやっておりますよ。料理のうまい男はモテるそうですからね。モテますね、確かに。皆さんぜひ料理をやっていきましょう。人になんか言えない状況みたいな。あ、でも僕得意料理1個ありますからね。何ですか？鶏料理で。何ですか？オムライスです。あー、チキンライスでやるってことですか？そうです。なるほどなるほど。チキンをぶつ切りにして、結構一口サイズの大きめのものを使うのが僕は好きですね。おお、いいですね。はいはい。ではでは、次のメールに行きたいと思います。サッチーさん、お久しぶり、アンツバですと来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな鶏料理、塩コショウした鶏ももをシンプルに焼いた料理かな。あとは鶏ひき肉を炒めて塩コショウして溶いた卵で閉じて丼ご飯にのせたオリジナル親子丼かなと来ております。いいですね、親子丼。いいですよね。そういえば親子丼、鶏料理と来て親子丼がそういえば来てないなと思ったら、あんつばさん来てましたね。確かに。いや、僕豚アレルギーになっちゃったんで、はい、あのカツ丼好きだったんですけど、はい、今食べられないんで、はいはいはい、最近そうなんですよ、この鶏、まあ、親子丼、はい、しかも食べれなくなっちゃって、あら、それがもうちょっと寂しいですね。あらららら、カツ丼も食べたいなって思うんですけど、まあでも何でしょう、鶏カツ使えばカツ丼が食べれるんですよ。あー、そっかそっか。だから最近は親に頼んで鶏カツで作ってって思ってます。なんか今のお願いの仕方をあのキャスで見せたかった。ではでは、次の、今回はちょっと DM も来てたので、はい、DM も紹介したいと思います。お願いいたします。ラジオネームつねぴーさんからいただきました。ありがとうございま す。こんばんは。こんばんは。こんばんは。この後9時からの番組、チラノブ夜話のつねぴーです。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな鶏料理と聞いていても立ってもいられずメールしました。鶏料理なんといっても唐揚げ、これですね。実はつねぴー的唐揚げランキング in 沖縄があるそうで、これ一応本人、あのつねぴーさんからカットしてもいいよって言ってたんですけど、はい、多分行った方がいいのかなって逆に思ったので、ちょっと紹介したいと思います。はい、はい、お願いいたします。ベスト3に、ランキングしてる店が宜野湾市内に2つあります。お、1つ目は元祖唐揚げ本舗、荒竹かかず中学校前店。はい。うちのスポンサーでもあります。ですね。醤油味も塩、うま塩味もどっちも最高。さすが専門店。うん、もう一箇所は、宜野湾愛知にある、居酒屋ゴールデンの唐揚げ。居酒屋で食べれる唐揚げでは、つねぴー的に第1位、本当美味しいですと来ております。で、あとは最近唐揚げで、あ、居酒屋でよく見るよだれ鶏、これもいいですね。よだれ鶏、なんだろうな。ああ、メッセージ書いててビールが飲みたくなりましたと来ております。ああ、唐揚げとビール最高です。いいですよね。なんかもうめっちゃ今日いっぱい来てて。初の9通ですよ、9通。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝感謝です。で、そういえば、私も、ちゃちゃかメールを紹介してて、はい、スポンサーさんを言うのを忘れてました。よろしくお願いします。最後に言おうかな。最後に言った方がいいかもしれない。はい、テーマの方が先がいいかもしれない。そうですね。では、来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。来週のテーマは、今行きたい場所
です。今行きたい場所いろいろあると思います。皆さん絶対あると思いますね。多分あの本土の方は沖縄に行きたいとか、はい、宮古とか行きたいとかあると思うので、はい、どんどんメールを今日以上に来たら多分私テンパると思います。いや、まあ、ぜひぜひ皆さんまた今日も次回も来週ですね。さっきさん困るぐらいのメールをお願いします。では、そろそろお時間になりますか。はい、あと1分です。1分。私のそういえば喋るの忘れてて、はい、私が好きな鶏料理は何だろうなって考えたら、さっきあの焼き鳥って言ったんですけど、焼き鳥も好きなんですけど、うん、一番やっぱり好きなのは何だろうな、親子丼。おー、ここで親子丼が来るんですね。そうなんですよ。みんないないなと思ったら、そう、私が親子丼を取るというね。はい、親子丼も美味しいですからね。はい、ではスポンサーさんを紹介しましょうかね。はい、お願いいたします。この番組のスポンサーさんは、訪問介護トータルサポートさんの提供でお送りしました。ではまた来週ですね。はい、はい、また来週皆さんメールをお待ちしてます。さよなら、バイバイ。タミーさん居酒屋行きたい。トイレ、トイレ、トイレどういうこと。ひふみさんトイレってどういうこと。はい、ギリギリ間に合いました。あぶねー。あぶねー。バイビー。バイビー。さすがにキューツ。あ、今日行くんだ、タミーさん。今日行くんだ。私も行くけど。私も今から行くけどね。もう来週の曲を決めてるので。もう決まってるんですよ。もう決まってるんですよ。来週の曲だけあっという間に自分で決めちゃって。あっという間に。いや、行きたい場所だからこれがいいかなと思って。そういうのありますよね。そういうのがあるので、推しの AKB の曲から選曲を来週はしましたので。そうなんだ、私も28日もイヤホン持ってスマホから聞いとこう。あんた何聞いてるのって絶対言われると思うけど。いや、自分の番組聞かないと。僕自分の声恥ずかしくて聞けないです。最初そんなだったんですよ。最初あのラジオ沖縄とかのやつで番組で、うん、あの電話出演した時に後から自分の声を聞いてめっちゃ恥ずかしくなってきて、最初はもう恥ずかしいから聞かないってだったんですけど、今はもう聞かないとなんかどうだろうみたいな。今更来たか、彦の顔道さん。僕はあれですね、やっぱり恥ずかしいんですけど、自分でラジオやってた時はやっぱ分析のために一応聞いてました。そうそうそう、分析もあるんですよね。だからあのここでラジオ終わったら自分で 音源作って、はいはいはい、帰りかけながら車の中で流して聞いて、帰るっていうルーティーンを作ってましたね。私だからもう、なんだろうな、ラジオ始めてから自分の番組聞くようになってって感じですね、本当に。びっくりするぐらい自分のもう声が嫌いで嫌いで。なんとまあこんな幼いのみたいな。なかなか自分の声好きっていう人は多分あんまりいないですよね。やっぱり聞こえる音が違うので。でも今のこのなんか、このなんていうシステムっていうか、なんか設定みたいなのは、はい、なんか自分の声そのままに聞こえるので、すごいですね。そう、なんか自分のこのなんか骨伝導も入った音って聞こえると、確かにそれは心地いいかもしれないですね。カープボーイさんが一番最初聞いた時はこれ俺の声じゃないと思うよねって、うん、そう。